私の祖父は高貴な風格で有名であり、誰もが認める名士でした。名士たちは皆平和の中で心配がなく幸せだったと聞いています。彼が本当に悲しみを忘れ幸せだったのか、それともただ自分の名にしがみついていただけなのか、はっきりとは覚えていません。しかしそれにより当時の私が極貧生活を余儀なくされたことは今でもはっきりと覚えている。冬は凍え、夏は飢える。私をいじめる者にも優しく接するべきだと。たとえ規則がなくとも成人ならそうするべきだと。私は成人ではなかったため構うことはなかった。つまるところ人生は非常に短い。この高貴な様に喜びを見出せないならどうして上っ面のために無理をしなければならないのでしょうか。主殿の考えは分かりません。たとえ珍味ご馳走があったとしても私は忘れずにお伝えしますよ。しかし私に善を施した者には善を施し、悪を施した者には報復をします。噂に流されず私と共にしてくれる者はごくわずかです。主殿、この乱世で私と手を取り合い喜びを分かち合ってくれませんか。返事がなくとも次の宴会に影響はないのでしょう。